タルト JK タメカはエストニアタルトを本拠地とするサッカークラブである。2018シーズンはメスタリリーガに所属。1989年 JK タメカはユースサッカークラブとして設立された。2004年エシリーガ最終節に勝利して優勝を果たすとともにメスタリリーガ初昇格を決めた。2006年タルトのマークはタルツと合併した。 当時、マーク・アタルツは、スポンサーの関係で、マーグ・タルトと呼ばれていたため、新しいクラブ名は、JK マーグ・タメカ・タルトとなった。2009年にはスポンサーが撤退し、クラブ名からマーグが削除された。2007シーズンは、メスタリリーガで、過去最高の5位、エストニアカップ2007から08でも、過去最高の準優勝を果たした。カップ決勝では、 FC フローラタリンに1の3で敗れた。2012シーズンのメスタリーリーガは、自動降格権の再開に終わったが、同7位の FC、ビリアンディがシーズン終了後に撤退したため、代わりに残留することが決まった。エストニアカップ2012から13は準決勝で、ノーメカリュー FC に1から5で敗れた。2013シーズン後半に、選手への見払い問題が発生し、 2014年2月にはメスタリリーガのライセンスを剥奪された。代わりに元クラブ従業員によって運営されており、クラブとは財政上独立しているサッカースクールにライセンスが付与された。なしエストニア。ありがとうございます。